皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は表現存在への気遣いということで、現存在っていうのは他の現存在、単純にその現存在っていうのは、世界の中に道具存在だったり事物存在と一緒にあるわけだけではなくて、他者、他の現存在と一緒にあると、これを共存在とか共現存在とかっていうんですけども、それに対しても気遣っていると。ただ相手との関わりによって自分の存在を気遣う、これ的気遣いがその本質であると。あくまでもその自分の存在に気遣うために相手のと関わっていると。で、それは非常に深い関わりの時もあるんですけども、そうじゃなくて単純に私たちは毎日通勤とか通学している時に、見知らぬ人の間を通り抜けるような時もあるわけですけども、そういった見知らぬ人々っていうのも積極的な関わりが存在しない場合でも、これで気遣いがあるというふうにハイデガーは言っています。どうもありがとうございました。